香織の金曜ハミング。時刻は夕方4時を回りました。皆さんこんにちは、古谷香織です。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、今日もこの後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日は10月に入りまして最初の金曜日、もう最近はねだいぶ秋が深まってきたなと感じていたんですけれども、今日は一転気温の方上がっていますね。ちょっと夏がね戻ってきちゃったのかなというような、そんな気温の、まあ、暑くなっているわけなんですけれども、ちょっとね体がびっくりしちゃいそうですよね。まあ、日が暮れるとねまたきっと気温の方下がってくると思います。昼間と夜との寒暖の差でね体調崩さないように皆さんお気をつけください。さあそれでは今日のメニューからご紹介していきましょう。まず4時台の前半では地域の話題、快適生活ラジオショッピングでは小さなつまみをくるくるっと回すだけで簡単に度数が変えられる簡単度数調整メガネをご紹介します。4時台の後半では毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナー、5時台の前半では地域の話題、そして町みどり校舎情報、5時台後半では久々にピザーラお届け情報もお送りします。番組中天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りしますので、ドライバーの皆さんこちらの情報もチェックしてください。さあそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください。交通情報と天気予報ですが、しばらくお休みが続いていましたけれども、今日は滝川徹くん来てくれていますので滝川くんに伝えていただきます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではこの時間の交通情報天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。国道16号線八王子方面相模大野で1キロ、八王子街道相模原方面に向かう車上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面下今泉で2キロ、反対方向伊勢原方面金田で1キロ、町田街道横浜方面朝日町で2キロ、座間大和線相模原方面総武台団地入り口で1キロ、北里通り大沼では両方向とも1キロの渋滞です。村富線矢部方面相模原公園入り口で1キロ、相模原相川線横山方面上溝バイパスで1キロ、おしまいに相模原大倉町線上溝方面上溝で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は4時30分頃にお伝えします。続いて天気予報です。相模原のこの後の天気は曇り、ところにより夜は雨が降るでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 30% となっています。続いて相模原の明日は曇り、昼前から夕方は晴れるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の最高気温は27度の予想です。天気予報でした。はい、ありがとうございました。さあ久しぶりのね登場なんですけれども、今日は最後までぜひお付き合いください。お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ、私は映画を見るのが好きで、よく映画館に行ってみたりとか、なんと家でね DVD で見たりすることも多いんですけれども、実は、今月10月の18日に公開される映画マホロ駅前協奏曲という映画があるんですね。この作品は瑛太さん、それから松田龍平さんのダブル主演でね、映画ドラマと、ま、シリーズになっている人気作品の最新作なんですけれども、こちらのマホロ駅前協奏曲の方に声で出演をさせていただいています。ロケ地がね、相模原とか町田も使われていたりということで、ご存知の方もね、お好きな方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、声での出演ということで、劇中に出てくるね、テレビのナレーションと、あとは車に乗っているシーンで流れてくるラジオの交通情報、まあね、この金曜ハミングのように、交通情報をね、お伝えしているところが流れるということで、通信ほどの、まあほんの数分の出演なんですけれども、ぜひね、映画を見た時にはチェックしていただきたいななんて思います。それで、まあ、映画が完成して、私もね一足早くスタッフさんや、あとは出演者の皆さんが出席した試写会で、完成した映画ちょっと早めに見させていただいたんですけれども、もともとねこのドラマも映画も見ていて好きな作品だったんですけれども、今回も笑いあり、それから感動あり、ハラハラドキドキするような場面もあってね、とっても面白かったです。いよいよ今月ですね、18日の土曜日から公開されますマホロ駅前協奏曲、ぜひぜひ劇場に足を運んでいただいて見ていただきたいと思います。ということで、この映画も大変ねおすすめの映画なんですけれども、今日は皆さんからのねおすすめの映画をぜひ教えていただきたいと思います。まあ秋の夜長ってね言いますけれども、これからね季節が進んでいくにつれて夜が長くなって、まあ寝苦しくないですし、夏のようにねなんかこうちょっと夜更かししてしまうのもこの季節ではないでしょうか。そんな時にね見るのもぴったりな映画、あなたはどんな映画が好きですか？ぜひおすすめの映画を教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもどうぞご利用ください。ということで、今日のメッセージテーマはおすすめの映画は、ということで今日もたくさんのメッセージお待ちしています。今日もたくさんのリクエストいただいています。1曲目、早速リクエストソングからねお届けしたいと思います。トマトさんからのリクエストで、アンビシャスジャパン、アンビシャス、
ージ紹介しようかな。リクエストくださったトマトさん、メッセージも書いてきてくださっています。今日のメッセージテーマはおすすめの映画と言っても、最近映画館に行けていないんですよね。祖父の介護や仕事でなかなか行けないというのもありますが、熱海には映画館がありません。え、そうなんですか。そのため見たくても行けないのが現実です。熱海っていうとやっぱり観光地だから映画館っていうのがないんですかね。私の友達は行っていました。時間があれば見に行きたいですね。ということで、るろうに剣心もね大人気で今もね公開していますよね。ということで、トマトさんメッセージありがとうございました。そしてね、いただいたリクエストは、10月1日に東海道新幹線が50周年を迎えたため、この曲を聴きたいですということでリクエストいただきました。お送りした曲は TOKIO で Ambitious Japan でした。ここで地域の話題をお送りします。相模原市、消防法令違反を公表という話題です。相模原市は屋内消火栓設備の未設置など消防法令に違反する施設を市のホームページで公表する制度をスタートさせました。立ち入り検査で違反があっても改善までに時間がかかることから、その間は危険な建物であることを施設の利用者に情報提供することで火災被害の軽減を図るのが狙いです。市消防局によりますと、対象は劇場や風俗営業店、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など市内の約3300施設。消防法令で設置が義務付けられている屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知器の各設備がない、重大な違反に対し、ホームページなどで施設名や所在地、違反内容を公表。立ち入り検査で違反があった場合、施設の所有者や管理者に指導などの改善を求めます。しかし、改善されずに警告、命令まで行くと、早くても半年はかかると言います。昨年度は警告まで至ったケースが1施設ありました。公表は21日間を経過しても改善が見られなければ行うということで、市消防局は重大な違反の施設を公表することで、違反施設を利用しないという選択ができる上、管理者らの防火安全意識の向上を促すことができるとしています。2012年5月の広島県福山市のホテル火災などを受け、消防庁が昨年12月、政令市に対してこの制度を開始するよう通知を出していました。相模原市では、市火災予防条例の一部改正案が市議会9月定例会議で可決、今年10月1日から施行されました。以上、地域の話題をお送りしました。
街に命を
たメッセージ、リクエスト、ほえちゃんね、両方書いてきてくださっています。おすすめの映画について。ここ数年、全くと言っていいほど映画鑑賞していないので、ほんと申し訳ないのですが、おすすめする映画はありません。でもでも、久しぶりにポップコーンを頬張り、コーラを飲みながら映画鑑賞したいなぁ。ということで、なかなかね、忙しかったりすると映画館に足を運ぶっていう時間も取れなかったりしますよね。でもやっぱり映画館に行くと、なんでしょうね、ポップコーン頬張りながら、ちょっとね、コーラとか炭酸を飲みながら見るっていうのはやっぱりちょっと定番になっていますよね。さあ、お送りした曲はほえちゃんからいただいたリクエスト、斉藤由貴で白い炎でした。今日のメッセージテーマはおすすめの映画、いただいています。ラジオネームスーパーののさん、ありがとうございます。おすすめの映画は SF でスタートレックふるさとへの長い道です。もう30年前、1983年の映画ですが、スタートレックファンとして一押しです。未来からクリンゴンの宇宙戦闘機で地球を旅して絶滅種のクジラをタイムスリップさせるなど、テーマが現在も通じますね。ということで、スタートレックってやっぱりいろんなシリーズが出ていますけれども、その中でもこのふるさとへの長い道、これが一押しということですね。私まだ見たことがないので、ぜひね、機会があったらチェックしてみたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ、このような感じで今日はあなたのおすすめの映画教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。 FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもあります。トップページですと左端のあたりにね、番組へメッセージを送るというところがありますし、古谷香織の金曜ハミングのページからも、リンクされていますので、どうぞそちらのメッセージフォームもご利用ください。まだまだたくさんのメッセージお待ちしています。 CM の後はこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。はい。金森で大丈夫ですか？金森で大丈夫、はい、ありがとうございます。時刻は4時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。それでは交通情報と天気予報、滝川くんお願いします。はい、この時間の交通情報天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。中央道上り線三鷹付近では事故により7キロの渋滞、国道16号線横浜方面橋本駅南入り口で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、八王子街道相模原方面上川井で1キロ、町田街道横浜方面に向かう車朝日町で1キロ、金森で1キロ、反対方向相原方面佐塚で1キロ、
座間大和線相模原方面に向かう車、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面、金井入口で1キロ、北里通り国道16号方面、相模原公園入り口で1キロ、大沼で1キロ、反対方向昭和橋方面、浅溝台入り口で1キロ、村富線矢部方面、相模原公園入り口で1キロ、相模原相川線横山方面、上田名で1キロ、おしまいに相模原大倉町線上溝方面、上溝で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は5時頃にお伝えします。続いて天気予報です。相模原のこの後の天気は曇り、ところにより夜は雨が降るでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夜にかけて 30% となっています。続いて相模原の明日は曇り、昼前から夕方は晴れるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の最高気温は27度の予想です。天気予報でした。はい、滝川くんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。尼崎市ドラム缶遺体事件で長女らに有罪判決が言い渡されました。はい、ありがとうございます。ここでこの時間のニュースをお伝えします。兵庫県尼崎市で3年前ドラム缶から当時66歳の女性の遺体が見つかった事件で、傷害致死などの罪に問われたこの女性の長女ら3人に対し、大阪高裁はいずれも有罪判決を言い渡しました。この裁判は尼崎市の大江嘉恵被告46歳と妹の由美被告43歳、それに由美被告の元夫川村博之被告44歳の3人が2011年、大江被告の母親の和子さん当時66歳を監禁し暴行した上死亡させ、遺体をドラム缶に入れコンクリート詰めにして遺棄した罪に問われています。この事件は逮捕された後、自殺した隅田美代子元被告が首謀したとされ、3人は正常な行動や判断ができなかったとして無罪を主張していました。今日の判決で大阪高裁は一審の判決を支持して、大江嘉恵被告に懲役3年執行猶予4年、妹の由美被告に懲役2年執行猶予3年、川村博之被告は一審判決より軽い懲役3年執行猶予5年を言い渡しました。沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海に今日午前、中国海警局の船3隻が一時侵入しました。中国当局の船による領海侵入は先月20日以来のことです。
第11管区海上保安本部によりますと、海上保安庁の巡視船が中国の船3隻に対し、領海から出るよう警告すると、中国側からあなた方は中国の領海に侵入した、直ちに退去してくださいと日本語と中国語で応答があったということです。3隻はおよそ2時間にわたり領海内を航行した後、領海の外側の接続水域に出ました。スウェーデンで新しく就任した首相が原子力発電所を将来的にすべて廃炉にする方針を示しました。すべての原発を廃炉にする方針を示したのはスウェーデンのステファン・ローベン新首相で、2日開かれた議会で新しい首相の就任が承認されました。ローベン新首相は原発について廃止すべしが出発点だ。100% 再生エネルギーにしなければならないと述べ、すべての原発を廃炉にする方針を示しました。ただ廃炉の期限などは具体的に決めておらず、まず原発の新たな建設を凍結することから始めると見られます。スウェーデンは国内の総発電量のうち原発が4割を占めています。西アフリカのリベリアでエボラ出血熱に感染したフランス人の看護師の女性が、日本の製薬会社が開発した薬で解放に向かっているとフランスのメディアが報じました。フランスでの報道によりますと、女性に投与されたのは富士フィルム傘下の富山化学工業が開発したファミピラビルという薬です。この薬はインフルエンザの治療薬で、エボラ出血熱に対する承認は得ておらず、患者への投与は今回が初めてです。エボラ出血熱に感染した看護師の女性は先月19日からこのファビピラビルの服用を開始し、フランスのメディアはこの女性が解放に向かっていると報じています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーでは下田社長に電話でお話をお伺いしています。それでは早速今日もお呼びしましょう。下田さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずは日本にお帰りなさいということなんですけれども、はい、水曜日に戻ってこられたということなんですが、はい、ね、しばらくは日本にいらっしゃるのかなと思ったら、今日は成田にいらっしゃるということなんですが。そうなんですよ。今来ました。はい。はい、どちらにお出かけされるんですか？これからね、ちょっと短期でフィリピンに行ってまいります。フィリピンの方に行かれるんですか？そうなんですよ。もう戻ってきたばっかりで、本当にすぐに出かけなくてはいけないという感じですね。1ヶ月半も日本離れてたんですけどね。はい。2日いただけでまたちょっと、まあ短期ですからすぐまた戻ってきますけど。はい。ね、どうぞ、体調にはね、気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい。で、今日もお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
さあまずバリというと、南半球なので日本で言えば今春ということですよね。そうですね、日本と真逆ですからね、はい。まあ、年中暑いと思いますけれども、はい、食べ物で何かこう変化が出たりとかっていうのはあるんですか？はい、この時期ね、そうですね、果物が増えてきましてね、はい、随分マンゴーがたくさん売られ始めましたね。マンゴーですか、たくさん売られるってことはお値段も安くなってきて、ちょうど食べ頃なんですよね。求めやすくなるわけですね。そうですね。で、僕びっくりしたのは、スーパーマーケット来ましたらね、はい、菜の花が売ってたんですよね。菜の花ですか。もう日本だけなのかなっていう感じじゃないですか、普通。そうですね。でも菜の花がね、バリで売ってましたよ。もう全く日本にある菜の花と同じようなものなんですか？全く同じですね。日本ではよくね、お浸しとかにして食べたりしますけれども、はいはい、どのようにして食べられたんですか？からしマヨネーズでいただきましたね。あ、からしマヨネーズで。春の香りがしましたよ。不思議な感じですね。バリで。ですよね。春を感じる。全く本当、真逆ですからね。あ、じゃあ現地の皆さんも、まあ、きっとね、はい、食べられたりするのかなと思うんですが、はい。どのようにして現地の皆さんは菜の花食べられるんでしょうか？多分ね、普通に野菜炒めみたいに油で炒めちゃうんだと思いますね。ああ、なるほど。はい、はい。いやでもね、なんか不思議な感じがしますね。そうですね。さあ、バリは今、寒気と、バリでは寒気と雨季がありますけれども、はい、あります、はい。これからのシーズンはどちらになるんですか？はい、ちょうどね、これから雨季に入っていく境目のところですね。はい。はい、ま、寒気と雨季の差っていうのは大きいですか？ね、寒気はやっぱ雨降らないで、はい。南極の方からの風が吹いてくるんで、比較的、気温も下がるんですよ。はい。はい。で、雨季になりますとね、その風が止まって、雨があって、ちょっとムシムシするような感じの、はい。暑くなってきたな、雨季になってきたなって、そんな感じがしますね。なるほど。はい。でもやっぱり雨季になってくると、果物とかもやっぱり美味しい時期なんですよね。そうなんです。美味しいものがたくさん出てくるんですよね。なるほど。じゃあこれからは本当に、今、バリに行くと美味しいもの、まあ、果物も含め美味しいものいっぱい食べれる時期っていうことですね。食べてください。はい、ぜひね、行かれる方はね、はい、美味しいものいっぱい食べていただきたいと思いますが、はい、じゃあではちょっと話題は変わりまして、これから、お出かけになるフィリピンのお話をちょっと伺おうかなと思うんですけれども、はいはい、下田さんが楽しみにしているフィリピンでの食べ物っていうのは何かありますか？すごく毒っぽいんですけど、僕、はい、フィリピンの鶏の丸焼き大好きなんです、ね。鶏の丸焼きですか？ぐる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 回す。一人で一羽平気でいっちゃいますね。そんなに食べられちゃうんですか？ペロッといっちゃいますね。すごい。本当美味しいですね。おソースはちなみにどんなおソースで食べるんですか？そうですね、グレービーソースみたいなんですけど、ちょっと甘、はい、ちょっとお酢が効いている甘酸っぱいような感じのソースなんですね。まあでもどんどん進んでしまうような美味しさっていうことなんですね。そうですね、大好きですね。わあ、じゃあ今回もぜひね、機会があったら召し上がっていただきたいなと思うんですが、はい、フィリピンですと言葉っていうのは英語でほとんど生活はできるんでしょうか？はい、英語圏って言ってもいいぐらい、はい、英語で大丈夫ですね。あ、そうなんですね。はい、ほとんどの人が英語で話すことができますので、はい、はい。わかりました。英語がじゃあ喋れれば、問題はないという感じですね。そうですね。問題ないですね。はい。まあ、下田さんは本当にね、フィリピン行ったり、バリに行ったり、いろんなところに行ってらっしゃって、はい、大変だなとは思うんですけれども、はい、海外で病気とか怪我でお医者さんにかかったっていうことは今まであるんですか？ああ、僕ね、おかげさまでないんですよ。ないんですね。健康とかね、はい、怪我もしないし、その辺はすごく恵まれてるなと思いますね。はい、なるほど。丈夫な体をお持ちということですね。そうですね。やっぱり海外でちょっと病院にかかるとなると大変ですものね。そうですね。結構大変だと思います。ですから、保険証とか必ず忘れずに、もしくは、海外の障害保険かけていくとかね、はい、日本で。はい、された方がいいと思いますね。そうですね。まあ、下田さんは本当にお健康ということなんですけれども、はい、ぜひね、健康に気をつけて、フィリピンの方にも行ってきていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今回はどれくらいで帰ってこられるんですか？今日、これからのフライトで夜中に着きましてね、はい。明日一日フルに仕事して、はい。
あさっての朝一便で帰ってくるんですね。もう本当、トンボ帰りみたいな感じなんですね。もう、駆け足みたいなもんで、弾丸ツアーみたいなもんですよ。わあ、それは大変ですけれども、本当に、ね、体調に気をつけて、はい、仕事の方も頑張ってきてください。ありがとうございます。今日もお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで、バリにね、1ヶ月ほど滞在されていて、日本にね、ようやく戻ってきたかなと思ったら、今度は、もう弾丸で、ね、フィリピンの方に行かれるということで、本当にお忙しいところなんですけれども、今日もね、いろんなお話伺いました。さあ、バリはこれから、雨季になるということで、お話の中にもありましたけれども、果物とかね、果物とかに限らず、美味しいものがたくさん出てくる時期になるそうです。そして日本のね、菜の花がバリにも売っていて食べられるっていうのはすごい意外でしたね。そんなね、美味しいものもたくさんあるバリ、機会があったらぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ、このコーナーでは下田さんに聞きたい質問募集しています。バリに関する質問、それから旅白書に関する質問でも大丈夫です。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもあります。こちらもどうぞご利用ください。そして下田さんが書かれているバリブログ、こちらもぜひご覧になってみてください。携帯電話、スマートフォン、パソコンなどインターネットができるもので検索していただきたいんですが、カタカナでバリコラ、バリコラと検索していただきますと、一番上に出てきます。こちらもね、写真付きでバリの情報たっぷり載っていますので、どうぞ合わせてご覧になってみてください。以上、毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。さあ、先週ザカさんからいただいたリクエストを、今日ご用意できましたのでお送りしたいと思います。お送りする曲はさだまさしで51。これは内容が先週のなので、時代の、 地域の話題のところでインフォメーションを入れたいので、この後はメッセージの紹介とかでお願いします。
送りした曲は先週ザカさんからいただいたリクエスト、さだまさしで51でした。代わってお送りする曲はサーキットの神さんからいただいたリクエストです。原田知世で時をかける少女。リクエストくださったサーキットのおかみさん、メッセージも書いてきてくださっています。僕のおすすめの映画はあまり見た人はいなそうですが、蒼井優さん主演のにらいかないからの手紙です。竹富島を舞台にした映画で、にらいかないは沖縄の言葉で天国のことなので、映画の題名からなんとなくそういう手紙なんだろうなぁと察しはついているのに、ボロ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 涙を流してしまうストーリーです。見ていなかったらぜひということで、こちらも私見たことないですね。ぜひチェックして見てみたいと思います。メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲はサーキットのおかみさんからのリクエスト、原田知世で時をかける少女でした。金曜ハミングメッセージテーマはおすすめの映画はというねテーマです。ご紹介しましょう。相模のゆきちゃん、ありがとうございます。映画ですか、最近見てないですね。最後に見たのが海猿ですかね。カカと旅行の帰りに海老名で見ました。涙がポロリと、オイラは感動した思い出があります。今御嶽山でご苦労なさっている救助隊の皆さんを見ていると、海と山では違いますがつい頑張れってポロリと。昔淵野辺3丁目の交差点の近くに映画館があったんですよ。16号から、矢淵立橋でいいのかなを降りたところ、淵野辺小学校に向かい交差点を越えすぐ右側に、そこで初めて映画館で映画を見た記憶が、確か怪獣モスラだったと思います。おいら小学校の低学年だったね、いい思い出ですということで、メッセージありがとうございます。そうなんですか、淵野辺交差点、淵野辺3丁目の交差点近くに映画館があったということで、映画館もだいぶね、昔ながらの映画館っていうのがなくなってしまって、やっぱり複合施設のようなね、そういう映画館っていうのは増えてはいるんですけれども、ちょっとそういう昔ながらの懐かしい映画館がなくなってしまうっていうのは残念ですよね。海猿、これもね名作ですよね。メッセージありがとうございました。さあ、それからシェフさんからもいただいています。私がおすすめする映画はヴェンダース監督のベルリン天使の歌です。人間になりたい天使とサーカスの女と刑事コロンボのピーター・フォーク本人の不思議な関係、
見た後なんだかとにかく頑張ってる人を応援したい気持ちになります。ということでベルリン天使の歌、はあ、これも私見たことないですね。おすすめということでメッセージありがとうございます。さあそれから白ポロさん、自分は終わってしまったのですが、トランスフォーマーとアベンジャーズとルローニケンシンですということで3つ挙げてくださいました。やっぱりなかなか1つに絞るっていうのは難しかったりしますよね。うん。そしてのっちさんからもいただいていますね。最近映画見てないな、知ったかぶりをすると失敗するのでということで、特にね何というのは挙げていらっしゃらないんですが、最後に一つだけ、いい楽曲との組み合わせは外せませんねということで、やっぱりなんか映画とそのテーマソング主題歌ね、なんかセットで覚えていたりするものですよね。なんかその曲を聴くと映画のワンシーンが思い浮かんだりとかね、逆にやっぱり映画を見ているといいシーンでその印象深いテーマソング主題歌なんかが頭の中で流れたりとかね、そういうのもありますよね。さあメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマ、おすすめの映画ですね。だんだんと、まあ、今日はねちょっと夏が戻ってきてしまったのかなというような暑さでしたけれども、だいぶもう涼しい日が続いていまして、夜なんかもね寝苦しさもなくなって、ついついこう秋の夜長を楽しんでしまうような、そんなね季節になりました。まあ夜にね一人で映画を見るっていうのもいい過ごし方ではないでしょうか。そんな時に見たいようなおすすめの映画ありましたら、ぜひぜひお寄せください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839。おすすめの映画は、まだまだメッセージお待ちしています。リクエストです。はい、ありがとう。はい、時刻は夕方5時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日のメッセージテーマは、先ほどからご紹介していますが、おすすめの映画ということでね、リスナーの皆さんのおすすめする映画を送っていただいています。
さあ、メッセージご紹介しましょう。ユナッシーママさん、ありがとうございます。かおりさん、こんにちは。こんにちは。今日は夏日でしたね。体調管理に大変ですね。本当にね、もうだいぶ涼しくなってきて、長袖とかも出したし、あのニットなんかも出したんですけれども、今日は外ね、暑かったですね。まあ、この寒暖の差でね、体調崩さないように皆さんも気をつけていただきたいと思います。金曜日いつも楽しみにしております。今日も楽しく聞かせていただきますね、ということでありがとうございます。おすすめの映画ですが、舞妓はレディーです。舞妓を目指す少女の成長物語です。まだ見ていませんが、見たいと思っています。それから香里さんの声の出演されているまほろ駅前協奏曲も見たいです、ということでありがとうございます。舞妓はレディーね、これ私もやっぱり気になってますね。うん、舞妓を目指す女の子のね、まあ、成長物語ということで、なんか見たら自分もね、元気をもらえるんじゃないかななんて思って気になっている作品ですね。もうすでに公開されていて、映画のランキングにも入っているようなね、そんなヒットしている映画ですもんね。ゆなしーママさんもぜひ機会があったらね、見てみたいですよね。そしてあのまほろ駅前協奏曲も見てみたいということで、ありがとうございます。先ほどね、オープニングでもちょこっとご紹介させていただいたんですけれども、今月10月18日の土曜日から公開される映画、まほろ駅前協奏曲というね、映画があります。まあ、あのご存知の方もね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、この映画は瑛太さん、それから松田龍平さんのダブルキャストで、お送りしている映画で、まあ、映画もね、今回2作目ですし、その間にはドラマ、連ドラとかもありましたしね、シリーズ化されている人気作なんですよね。で、ロケ地も相模原とか町田とか、ここら辺もね、使われているということで、きっとご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、その最新作の映画に、私、声でね、出演をさせていただいています。まあ、どんなところで出演させていただいているのかとちょっとお話ししてしまいますと、まあ、劇中に出てくるテレビのシーンがあるんですけれども、そこのナレーションと、あとは車に乗っているシーンがあるんですけれども、そこでね、あのこういう金曜ハミングのようにラジオの交通情報を、お伝えしているところがちらっと流れます。まあ、2つのシーンで、まあ、合わせてもほんの数分だと思うんですけれどもね、ぜひ見に行く機会があったらチェックしていただきたいなと思います。ということで、ゆなしーママさんもメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしていますので、ぜひぜひ思いついたら番組の方まで教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp。ファックスの方は 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページからも、メッセージフォームご利用いただけますので、そちらもご利用ください。お待ちしています。さあ、それではここで交通情報と天気予報、滝川くんお願いします。はい、この時間の交通情報、天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。中央道上り府中付近では事故により11キロの渋滞です。国道16号線横浜方面、橋本駅南入り口で1キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面に向かう車、東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、大野台で1キロ、八王子街道相模原方面上川井で1キロ、町田街道横浜方面朝日町で1キロ、座間大和線相模原方面総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、北里通り国道16号方面相模原公園入り口で2キロ。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は5時15分頃にお伝えします。一つちょっと訂正させていただきますね。
中央道、上り方面へ向かう車は国立府中インターチェンジ付近ですね。こちら今事故の影響で11キロの渋滞となっているということです。ご注意ください。続いて天気予報です。相模原の今夜は晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。今夜この後1ミリ以上の雨の降る確率は 20% となっています。続いて相模原の明日は曇り、朝から昼過ぎは晴れとなるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方までは 10%、 夜は 20% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は26度の予想です。天気予報でした。はい、滝川くんありがとうございました。今日のメッセージテーマはおすすめの映画なんですけれども、はい、滝川くんは映画見に行ったりしますか？しますね。最近見た中では、うん、ルーシーが面白かったです。はい。はい、人間の脳は、普段 10% しか使っていないのですが、はい、それを 20%、50%、100% と使うと、どうなるのかという映画でして。うん、ちょっと気になる。はい、続きがとても気になるという映画です。続きが気になるの？見ていて、引き込まれてしまうというか、そういった魅力がすごいあった面白い映画でした。じゃあ、あっという間に見終わってしまうみたいな感じなのかな。はい。ルーシー、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。あと飛ばしちゃったんですけど、ここも分かんなかったんですよ。ああ、東原だね。東原で。うん。はい、ありがとうございます。ちょいちょい行ってみようと思います。うん。ここで神奈川県行政書士会相模原支部該当無料相談会のお知らせです。遺言、相続、成年後見、交通事故などでお困りの方、会社設立、事業開始に関するご相談をご希望の方のために、神奈川県行政書士会相模原支部では該当無料相談会を開催します。10月4日土曜日は伊勢丹相模原店、10月25日土曜日は京王橋本駅、10月29日水曜日は津久井町商工会館、時間は4日伊勢丹相模原店、25日京王橋本駅は午前10時から午後4時まで、29日津久井町商工会館は午後1時10分から午後3時50分までです。行政書士は法律に基づく国家資格者で、役所に提出する許認可などの申請書類の制作並びに提出手続き代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の制作などを行います。最近市民の皆さんが観光所に書類を提出する機会が多くなっています。また、社会生活の複雑、高度化などに伴い、書類の作成に高度な知識を要する場合も増加してきています。行政書士が観光所に提出する書類などを正確、迅速に作ることで、皆さんの生活上の諸権利、諸利益が守られるという公共的利益があります。行政書士の役割は身近であるとともに、複雑、多様なコンサルティングを含む行政手続きの
業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として地域の皆さんのお役に立てればと、毎年街頭相談会を開催しています。ぜひこの機会をご利用ください。神奈川県行政書士会相模原支部、街頭無料相談会のお知らせでした。ここでリクエストいただいた曲をお届けしましょう。ユナッシーママさんからのリクエストです。井上陽水で氷の世界。お送りした曲はユナッシーママさんからいただいたリクエスト、井上陽水で氷の世界でした。時刻は5時15分となりました。この時間の交通情報を滝川徹がお伝えします。東名高速上り線圏央道圏央厚木インターチェンジでは2キロの渋滞です。中央道上り線国立府中付近では事故により11キロの渋滞です。国道16号線横浜方面大野台で1キロ、東名入口で1キロ、反対方向八王子方面に向かう車、東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ。八王子街道横浜中心部に向かう車、目黒で1キロ。反対方向相模原方面、上川井で1キロ。
国道246号線渋谷方面東原で1キロ、町田街道横浜方面朝日町で1キロ、座間大和線相模原方面総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面に向かう車大倉で1キロ、行幸道路町田方面総武台前で1キロ、おしまいに村富線座間方面総武台団地入り口で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は5時30分頃にお伝えします。はい、滝川くんありがとうございました。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。この後は町みどり降車情報をお送りします。結構自分で撮るときと違う場所、髪が、なんか違っててですね、うん、あ、そうなんだね。知らない一面。おお、そっか、それは罠だね。なんかあったら聞いて。はい、今でも蜃気楼のように。
ムツゴロウさんからリクエストいただきました。ミュージックボックスでは2週目の新しいパーソナリティとして頑張ってくれています。すずねさんの歌をお届けしましょう。すずねで君の住む街。週替わりのパーソナリティでお送りしているミュージックボックス、新しく2週目のねパーソナリティになりましたすずねさん、よろしくお願いします。お送りした曲はムツゴロウさんからのリクエスト、すずねさんで君の住む街でした。さあ変わってお送りする曲はプラレールさんからいただいたリクエストです。サザンオールスターズでエロティカセブン。紹介しながら送って大丈夫。リクエストくださったプラレールさん、メッセージも書いてきてくださっています。おすすめの映画、それはアマデウスです。音楽の神童モーツァルトの一生を敵役のサリエリの視点から描くという、それまでにない描き方。
もちろん音楽の素晴らしさ、そして一番すごいのは舞台となる18世紀の宮廷の豪華さですね。そして今は公開当時のフィルムよりも細かいところが味わえるブルーレイになって、ああここはこういう風になっていたんだといろんな意味で楽しめる名作だと思います。ということで、そっか、ブルーレイになって綺麗にね細かいところは見られるようになったっていうのはまた新しい楽しみ方ですね。お送りした曲はプラレールさんからいただいたリクエスト、サザンオールスターズでエロティカセブンでした。メッセージで大丈夫です。今日の金曜ハミング、メッセージテーマはおすすめの映画はということでね、ご紹介しています。いただいているのは吉郎之助さん、ありがとうございます。今日は仕事が休みなので久々に最初から聞いています。ありがとうございます。私のおすすめ映画はコミットメントです。これは主人公がソウルなバンドを作っていく物語で、お笑いあり、セクシーあり、それより何より使われている音楽が最高で、これを見るとバンドをやりたくなります。しかし、おじさんになるとなかなか楽器やっている人も少なく、時間も合わず、今はアコステで、一人アコステっていうのは町田ウエストボックスで毎週水曜日に開催している飛び入りライブなんですけれども、そのね、アコステは一人でできたり、そこで知り合ってコラボできたりと楽しませてもらっています。また来週アコステ楽しみです。ということで、ソウルなバンドを作っていく物語ということで、音楽ファンにはね、ちょっと見ておきたいなっていうような映画ですかね。そう、吉郎之助さんはね、最近本当にこの飛び入りライブイベントアコステに毎回来てくださって、今週はね、マイホームタウンでおなじみのタミヤさんと一緒にコラボなんかもされていましたよね。来週もぜひぜひお待ちしています。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだメッセージお待ちしています。おすすめの映画教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、ファックスの方は 042-776-0839。 FM 相模のホームページにはメッセージフォームもありますので、こちらもどうぞご利用ください。リクエストです。はい、ありがとう。出ました これは神草ヤナギですか。神草ヤギだね。神草ヤギ、はい、はい、ことごとく違うね。神草ヤギ、剣王道です、ね、剣王道で大丈夫です。神草ヤギ、神草ヤギ、神草ヤギ、書いとこ書いとこ。は5時30分になりました。 FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。それでは交通情報と天気予報、滝川くんお願いします。はい、この時間の交通情報天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。圏央道上り線海老名インターチェンジ付近は厚木方面で3キロの渋滞、中央道国立府中付近上り線では事故で13キロの渋滞、国道16号線横浜方面大野台で2キロ、反対方向八王子方面東名入口で2キロ、相模大野で1キロ、八王子街道横浜中心部に向かう車目黒で1キロ、反対方向相模原方面上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面上総八木で1キロ、反対方向伊勢原方面に向かう車私立病院前で1キロ、
町田街道横浜方面朝日町で1キロ、反対方向相原方面佐塚で1キロ、時和で1キロ、座間大和線相模原方面総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路町田方面総武台前で1キロ、村富線矢部方面星ヶ丘手前で1キロ、おしまいに相模原大倉町線上溝方面上溝で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は5時45分頃にお伝えします。続いて天気予報です。相模原の今夜は晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。今夜この後、1ミリ以上の雨の降る確率は 20% となっています。続いて相模原の明日は曇り、朝から昼過ぎは晴れとなるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方までは 10%、 夜は 20% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は26度の予想です。天気予報でした。はい、竹川くんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。はい、ありがとうございます。ある、うん、ボーイのメモリー、砂混じるの手羽先さん、イントロ36秒です。36秒、それを今かけるのかな。いや、あ、どうしようかな。ちょっと時間見せて。うん、じゃあボーイからいきます。36秒あるんで結構紹介できるかも。うん、FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミング、お送りしています。さあ、リクエスト曲お届けしましょう。お送りする曲は砂混じりの手羽先さんからいただいたリクエストです。ボーイでメモリー。ね、ちょっと確認してもらっていい？
リクエストをくださった砂まじりの手羽先さん、メッセージも書いてきてくださっています。僕がおすすめする映画はサニー永遠の仲間たちという韓国映画です。学生時代に仲良し7人組で作ったサニーという女の子だけのグループが、ある事件をきっかけにバラバラになってしまうのですが、リーダーの病気をきっかけにメンバーが25年ぶりに再会するんです。これが泣けるんですよね。騙されたと思って一度見てください。うわ、なんかちょっと気になりますね。チェックしてみたいと思います。お送りした曲は砂まじりの手羽先さんからいただいたリクエスト、ボーイでメモリーでした。さあ、変わってお送りする曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。高田水江でガラス坂。くださった水玉スニーカーさん、メッセージも書いてきてくださっています。おすすめの映画、ズバリハリソン・フォード主演のインディ・ジョーンズシリーズです。ロードショーには必ず映画館に行きますよ。最初から最後まで目が離せない、ドキドキ感と面白さがたまりません。これはね、やっぱり大きな画面で見たい、ね、映画館で見たい作品の一つですよね。水玉スニーカーさん、メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲は高田水江でガラス坂でした。さあ、変わってお送りする曲は、久々に金曜ハミングを聞いていますというね、メッセージとともにリクエストくださいました。葉っぱちゃんからいただいたリクエストです。ミーシャで会いたくて今。
と5つぐらい。うん、この曲メッセージないので別のになっちゃう。お送りしている曲は、葉っぱちゃんからいただいたリクエスト、ミーシャで会いたくて今でした。今日の金曜ハミングメッセージテーマは、おすすめの映画ということでご紹介しています。福井のしゅんさん、ありがとうございます。最後に映画を見たのはいつかな、娘とドラえもんや家なき子を見たのが最後ですね。おすすめの映画はアイアムサム、だいぶ古い映画だけどぜひ一度は見てください。レンタル DVD がありますよ。ということでアイアムサム、これは私も公開と同時に映画館で見た記憶があります。とってもね、泣ける映画でした。メッセージありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日はおすすめの映画教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームがあります。そちらもどうぞご利用ください。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。この後ピザーラーですね。時刻は5時45分になりました。この時間の交通情報を滝川徹がお伝えします。圏央道厚木方面、海老名インターチェンジ付近で3キロ、中央道上り線国立府中付近では事故により15キロの渋滞、国道16号線横浜方面京和で2キロ、宇野森で1キロ、反対方向八王子方面に向かう車東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、八王子街道横浜中心部に向かう車、目黒で1キロ、反対方向相模原方面、上川井で1キロ、国道246号線東原では両方向とも1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面、山際で1キロ、町田街道横浜方面、朝日町で1キロ、反対方向相原方面に向かう車、佐塚で1キロ、時和で1キロ、座間大和線相模原方面、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面、金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面、大倉で1キロ、行幸道路町田方面、総武台前で2キロ、相模大野で1キロ、北里通り国道16号方面、相模原公園入り口で1キロ、おしまいに、村富線、矢部方面、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞です。続いて、電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は6時頃にお伝えします。
はい、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。はい、ありがとうございます。ピザーラお届け情報。ピザーラお届け情報。毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けします。久しぶりのお届けになりますね。少しお休みをいただいていましたが、また皆さんに美味しい情報をお届けしていくことになりました。よろしくお願いいたします。それではピザーラお届け情報新スタートの第1弾は、耳寄りなお話です。耳まで美味しいシリーズをご紹介します。この耳まで美味しいシリーズには、耳までチーズと耳までソーセージの2種類がありますが、今日は耳までチーズをお届けします。軽井沢にあるパンの名店浅野屋と共同開発したピザーラの自慢のオリジナル生地、その特製ピザ生地の耳に安曇野で作られたクリームチーズを巻き込みました。大人から子供まで楽しめる耳まで美味しい新ラインナップの登場です。まずは耳までチーズテリマヨコーンです。耳までチーズテリマヨコーンは5種類のナチュラルチーズを耳に巻き込みました。ナチュラルチーズならではのコクのある味わいと軽やかな食感を最後まで味わえます。お子様にも大人気の照り焼きチキンで仕上げた耳まで美味しいピザトッピングは、マヨネーズ、チーズ、オニオン、コーン、照り焼きチキン、クリームチーズ、パセリです。お値段は M サイズ2250円、 L サイズ3584円です。そして耳までチーズデラックス、こちらも5種類のナチュラルチーズが耳まで入っていますよ。トマトとミートでバランスよく仕上げた耳まで美味しいピザです。トッピングはチーズ、オニオン、ペッパーハム、厚切りベーコン、スライストマト、スモークベーコン、クリームチーズ、ブラックペッパー、ベーコン風ピッツ、フレッシュバジルです。その名の通りデラックスなピザです。お値段は M サイズ2460円、L サイズ3880円です。いかがでしょうか？耳まで美味しいシリーズ。耳まで具材が入っていると得した気分になりますよね。ピザーラのピザは最後まで美味しくいただけます。ぜひご賞味ください。さて、帰ってきたピザーラお届け情報。これからは毎週美味しい情報をお届けいたします。楽しみになさっていてくださいね。以上、ピザーラお届け情報でした。さあ、ここでリクエストをいただいた曲をお届けしたいと思います。ユンケさんからいただいたリクエスト、おすすめの映画はトラさんシリーズですということで、いただいたリクエストは
加山雄三で君といつまでも。ユンケさんからいただいたリクエスト、加山雄三で君といつまでもでした。この後は相模原インフォメーションです。
時刻は6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは。古谷香織です。夕方4時からお送りしています。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。それではまずは交通情報と天気予報、滝川くんお願いします。はい、この時間の交通情報、天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。県央道厚木方面、海老名インターチェンジ付近で3キロ、中央道国立府中付近上り線、事故で15キロの渋滞。国道16号線横浜方面、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面、東名入り口で2キロ、中畑で1キロ、相模大野で1キロ、八王子街道横浜中心部に向かう車、目黒で1キロ、反対方向相模原方面、上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、反対方向伊勢原方面に向かう車、東原で1キロ、国道129号線厚木方面、山際で1キロ、金田で1キロ、町田街道横浜方面、朝日町で1キロ、反対方向相原方面、佐塚で2キロ、時和で2キロ、座間大和線相模原方面、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面、金井入り口で1キロ、世田谷通り鶴川方面、新袋橋で1キロ、行幸道路町田方面、総武台前で2キロ、相模大野で1キロ、反対方向厚木方面、小田急相模原で1キロ、北里通り国道16号方面、浅溝台入り口で1キロ、おしまいに村富線矢部方面、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は6時15分頃にお伝えします。続いて天気予報です。相模原の今夜は晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。今夜この後、1ミリ以上の雨の降る確率は 20% となっています。続いて相模原の明日は曇りで、朝から昼過ぎは晴れとなるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方までは 10%、 夜は 20% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は26度の予想です。天気予報でした。はい、ありがとうございました。外はすっかり暗くなっています。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。はい、ありがとうございます。テラAから何？それまだ来てないかな。
猫人貞光さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ダカーポでテラへ。ありがとうございました。お送りした曲は猫人貞光さんからいただいたリクエスト、ダカーポでテラエでした。さあ、変わってお送りする曲は吉郎之助さんからいただいたリクエストです。斉藤和義でジェラスガイ。
お送りした曲は吉郎之助さんからいただいたリクエスト、斉藤和義でジェラスガイでした。時刻は6時15分になりました。この時間の交通情報を滝川徹がお伝えします。圏央道厚木方面海老名インターチェンジ付近で5キロ、津久井街道相模湖方面谷ヶ原浄水場前で1キロ、国道16号線横浜方面橋本駅南入り口で1キロ、京葉で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面東名入り口で2キロ、中和田で1キロ、相模大野で1キロ、八王子街道横浜中心部目黒で1キロ、相模原方面上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面文化会館前で2キロ、東原で1キロ、反対方向伊勢原方面に向かう車東原で1キロ、市立病院前で1キロ、国道129号線厚木方面山際で1キロ、町田街道横浜方面朝日町で1キロ、反対方向相原方面佐塚で2キロ、時和で2キロ、座間大和線相模原方面に向かう車総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路町田方面総武台前で2キロ、相模大野で1キロ、反対方向厚木方面小田急相模原で1キロ、北里通り国道16号方面浅溝台入り口で1キロ、村富線矢部方面相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロ、相模原相川線上溝バイパスでは両方向とも1キロの渋滞です。おしまいに相模原大倉町線上溝方面上溝で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は6時30分頃にお伝えします。はい、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。
ここでリクエストいただいた曲お届けしましょう。ヒロオヤジさんからのリクエストです。松任谷由実でサーフ天国スキー天国。くださったヒロヤジさん、メッセージ書いてきてくださっています。最近見た映画では永遠のゼロ、ラストシーンでは親父感激、大泣きしてしまいました。そして記憶に残る映画は私をスキーに連れてって、ユーミンの曲に乗って青春、スキー、バブリーな映画。社会人フレッシュマン時代に見たのですが、見終えた後同行者のスキーできないのに8分、そのスキーシーズンには9週間連続で週末はスキー、土曜は長野、翌日の日曜は岐阜へと違うグループ相乗り、スキースクールにも一人で入りましたっけ。今では懐かしい思い出ですね。今では橋本の映画館シニア割引で夫婦でお安く鑑賞できる世代となりました。ということで、今のねお話にも出てきたこの私をスキーに連れてっての流れていたエンドロールで流れていた歌ですね。お送りした曲はヒロヤジさんからいただいたリクエスト、松任谷由実でサーフ天国スキー天国でした。代わってお送りする曲はセッチューアンさんからいただいたリクエストです。私古谷香織で紅茶の魔法。
10時からのミュージックボックスは1週目ということで、私古谷香織が担当しています。ライブもお送りしていますし、たくさんのトークと、1時間満載でお送りしますので、今夜10時からのミュージックボックスもぜひお聴きください。お送りした曲は雪中庵さんからいただいたリクエスト、私古谷香織で紅茶の魔法でした。さあ、今日の金曜ハミングメッセージテーマはおすすめの映画ということでね、ご紹介しています。リクエストくださった雪中庵さん、メッセージも返ってきてくださっています。映画で記憶に残っているのは炎のランナーです。イギリスのユダヤ人とスコットランド人の宣教師という微妙なバックグラウンドを持つ2人の短距離ランナーが、それぞれ人種的偏見や宗教上の問題などを克服しながら、ライバルとして切磋琢磨し、オリンピックで激突するというお話です。ストーリーはシンプルですが、競技者のナーバスな心情が巧みに描かれており、何よりそれを盛り上げているテーマ曲の炎のランナーで有名になりました。ということで、やっぱりそのね、テーマソングとこう映画とがセットになってね、印象に残っているっていうものはたくさんありますよね、やっぱりね。メッセージ、それからリクエストもね、ありがとうございました。さあ、それからお団子ママさんからもいただいています。マイフェアレディです。おすすめがオードリー・ヘップバーン様が大好き。すんごい落ち込んでいる時、クリスマスにサンタクロースが玄関に置いてってくださった映画。嬉しくて嬉しくて、もう何回見たでしょうか。そしてサンタクロースは誰だったのでしょう。ハートマークということで、ね、励ましてくれるためにね、サンタさんになってくれた方がきっと素敵な方がいらっしゃったんでしょうね。ヒゲパパは西部劇大好きでーす。ということで、ね、今日もオードリーヘップバーン風のお団子ママさんなのかな、ね、素敵なイラストとともにメッセージありがとうございました。さあ、それからクリクリマロンさんからもいただいています。カオリン声出演おめということで、まあ、ホロ駅前ね、競争曲の話ですね。大好きな映画で、しかもオープニングは西門が出てるし、全部見てますよ。そう、ドラマでしたっけね、あのオープニングが西門商店街が出てましたよね。さて、私多い時は月に3本見に行くくらい映画館好きです。そんな私が好きな作品はジョゼとトラと魚たちと空気人形揺れるです。静かだけど余韻に浸れる、そんな作品が好きなんです。明日から上映の日暮らしの木も期待しています。原作をだいぶ前に読み、すっかり引き込まれたんです。明日行ってきますよー、ということで、わー、いいですね。ぜひぜひ楽しんできてくださいね。好きなシリーズだと言ってくださったマホロ駅前競争曲もね、ぜひ10月18日の土曜日公開なんで、こちらもぜひね、見てくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、それからヒコちゃんからもいただいています。おすすめ映画ワイルドスピード 1&2 です。車好きなオイラにとって何度も見たくなる作品。ちなみに偶然なんですが、1の悪役の車がオイラが前に乗っていた車で、2の主人公の2代目の車が今オイラが乗っている車です。ド派手なカーアクションがたまりません。香織さんもぜひ一度見てみてください、ということで、1か2かどっちかはね、私見たことあるんですよね。なんかこうカーアクションとかも見ていてスカッとしていいですよね。また改めて見てみたいと思います。ありがとうございました。さあ、ということでね、たくさんのおすすめ映画ご紹介してきました。この後また、交通情報、天気予報、ニュースと挟んで、後半6時台の後半でご紹介していきたいと思います。
時刻は6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、お送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報、滝川くんお願いします。はい、この時間の交通情報天気予報を滝川徹がお伝えします。まず相模原とその周辺の道路状況をお伝えします。東名高速上り線大和トンネルでは事故により5キロの渋滞、圏央道海老名インターチェンジ付近では5キロの渋滞、中央道国立府中付近では上り線で事故により17キロの渋滞、国道16号線横浜方面橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、八王子街道相模原方面上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面文化会館前で2キロ、東原で1キロ、反対方向伊勢原方面に向かう車、東原で1キロ、金田で1キロ、市立病院前で1キロ、国道129号線八王子方面橋本小佐路で1キロ、反対方向厚木方面山際で1キロ、町田街道横浜方面朝日町で1キロ、反対方向相原方面佐塚で1キロ、時和で2キロ、座間大和線相模原方面に向かう車、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、世田谷通り鶴川方面新袋橋で1キロ、行幸道路町田方面総武台前で3キロ、相模大野で1キロ、反対方向厚木方面総武台団地入り口で2キロ、北里通り国道16号方面浅溝小学校入り口で2キロ、相模原公園入り口で1キロ、反対方向昭和橋方面浅溝台入り口で1キロ、村富線矢部方面星ヶ丘手前で1キロ、おしまいに相模原相川線横山方面上溝バイパスで1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。次の交通情報は6時45分頃にお伝えします。続いて天気予報です。相模原の今夜は晴れ、夜遅くは曇りとなるでしょう。今夜この後1ミリ以上の雨の降る確率は 20% となっています。続いて相模原の明日は曇り、朝から昼過ぎは晴れとなるでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は夕方までは 10%、 夜は 20% となっています。明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の最高気温は26度の予想です。天気予報でした。はい、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。ここでニュースをお伝えします。
御嶽山の噴火被害について長野県は今日午前16人が行方不明になっているとみられると発表しました。御嶽山の噴火ではこれまでに47人が死亡し収容されましたが、登山届を提出した人のうち5人の連絡が取れないことや、麓の駐車場に車が残されていること、それに目撃情報などをもとに長野県が慎重に調べたところ、16人が行方不明になっているとみられるということです。この16人について長野県は家族の要望などから氏名や住所を公表していません。御嶽山の捜索は今日1000人体制で行われる予定でしたが、雨が降っているために危険と判断され見送られました。トルコの国会は過激派組織イスラム国に対して軍隊の派遣などを承認しました。イスラム国に対してはアメリカ軍などが連日シリア国内などで空からの攻撃を続けていますが、勢いは止められず、勢力範囲はトルコ国境にまで迫っています。こうした事態を受けてトルコ国会は2日イスラム国に対するイラクとシリアでの軍事行動を賛成多数で承認しました。直ちに地上軍を派遣するかは政府の判断に委ねられますが、今後国境を挟みトルコ軍とイスラム国との大規模な武力衝突に発展する可能性があります。またトルコ国内の基地が今後アメリカなど外国部隊の空爆の拠点として使われる可能性もあります。東京国分寺市で子供の声がうるさいと保護者を斧で脅したとして43歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕された無職の佐藤武容疑者43歳は今週火曜日、国分寺市内の自宅近くにある保育園の前の路上で子供を遊ばせていた父親に対して子供の声がうるさいと言って、持っていた刃渡り10センチほどの斧を振り下ろし脅した疑いが持たれています。佐藤容疑者は5年前から国分寺市役所に対して園児のマナーが悪いなどと苦情を寄せていて、犯行の前の日も市役所に電話で保育園が対応できないなら園児の首をはねると話していたということです。調べに対して佐藤容疑者は弁護士が来てから話すなどと供述しているということです。為替です。日経平均株価の終値は前日より46円66銭高い1万5708円65銭でした。また為替は17時時点で1ドル108円77銭から80銭と前日と比べて5銭で推移しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
お送りした曲はイゴールヒロチャンチンさんからいただいたリクエスト、フランキーバリで君の瞳に恋してるでした。時刻は6時45分になりました。この時間の交通情報を滝川徹がお伝えします。東名高速上り線大和トンネルでは事故により5キロの渋滞、圏央道海老名インターチェンジ付近厚木方面で5キロの渋滞、中央道上り線国立府中付近では事故により17キロの渋滞、国道16号線横浜方面橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、反対方向八王子方面に向かう車、東名入り口で2キロ、相模大野で1キロ、八王子街道相模原方面、上川井で1キロ、国道246号線渋谷方面、文化会館前で2キロ、市立病院前で1キロ、東原で2キロ、反対方向伊勢原方面に向かう車、東原で1キロ、市立病院前で1キロ、国道129号線八王子方面、橋本御佐路で1キロ、反対方向厚木方面に向かう車、山際で1キロ、金田で1キロ、町田街道横浜方面、朝日町で1キロ、反対方向相原方面、佐塚で1キロ、時和で1キロ、座間大和線相模原方面、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面、金井入り口で1キロ、世田谷通り鶴川方面、新袋橋で1キロ、行幸道路町田方面、総武台前で2キロ、相模大野で1キロ、反対方向厚木方面に向かう車、総武台団地入り口で2キロ、北里通り国道16号方面、浅溝小学校入り口で4キロの渋滞、
反対方向昭和橋方面、宇野森で1キロ、浅溝台入り口で1キロ、村富線矢部方面、星ヶ丘手前で1キロの渋滞。おしまいに、相模原相川線横山方面、上溝バイパスで1キロの渋滞です。続いて、電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。はい、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。今日の金曜ハミングメッセージテーマはおすすめの映画ということでご紹介していますが、モロピーさんありがとうございます。ほとんどと言っていいほど映画館へは行かない私ですが、ここ最近で感動した映画はテレビで見たのですが、ホタルの墓ですね。なんとも言えない哀愁のこもったストーリーで、フィナーレでは思わず泣いてしまいました。すごくいい映画でとても癒されますよというね、メッセージをいただきました。ホタルの墓は私も初めて見たのは、小学校の時の授業の中でね、先生に見せてもらったのを今でも覚えています。やっぱりちょっと子供心にいろんな衝撃を受けて、今はね、夏休みシーズンとかには結構テレビで再放送なんかもしていますよね。まあなんか戦争のね、映画でもあるんですけれども、やっぱり戦争を知らない私たち世代だったりとかね、もっと若い世代、子供たちにもね、ずっとこう見続けてほしいなって思うような、そんなメッセージ性のある作品ですよね。モロピーさん、メッセージありがとうございました。さあ、まだいただいているメッセージ、この後のエンディングでご紹介していきましょう。からお送りしてきました、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。じゃあエンディングは滝川くんも一緒にお付き合いください。はい、お願いします。さあ、メッセージをね、まずご紹介したいと思うんですが、ポンポコたぬきさん、ありがとうございます。おすすめの映画、フランス映画大好き、でもアクション映画を除いて上映される本数が減っているのが寂しいです。シェルブールの雨傘、思い出の作品です。ということで、フランス映画いいですよね。私もシェルブールの雨傘は好きな作品で、カトリーヌ・ドヌーブ綺麗だし、なんかこう映画の中での映像がね、すごくカラフルで綺麗ですよね。オードリー・ヘップバーンが出ていたパリの恋人の作品でも、やっぱり今ね、映像が綺麗になってきているから、改めて見ると、うわ、こんなに綺麗な色使いだったんだとかね、思ったりします。ポンポコたぬきさんもメッセージありがとうございました。ということで、たくさんのね、おすすめの映画ご紹介してきましたけれども、もちろん自分の知ってる作品もあれば、知らなかった作品もありました。見てみたいなっていう風にね、思った作品がいっぱいありましたので、この秋はぜひね、そんな作品の中から見れる限り見ていきたいと思います。さあ、滝川くんは映画ね、結構見るの好きだということで、映画館にも行ったりするっていうことなんですけど、はい、なんかジャンルとしてはどんなジャンルが好きとかあるんですか？やっぱりですね、うん、ド派手なアクションがスカッとしていいですよね、うん、はいはいはい、やっぱり映画館、大きいスクリーンで見るならそういうのがいいよね。そうですね、大迫力の映像に大音量のサウンドで、はい、うん、
目いっぱいあのアクション映画を楽しむというのは、はい、その楽しみの一つでもあります。そうですね、まあ、ぜひねまた時間があったら武田君も映画館行っていただきたいなと思います。はい、マホロ駅前協奏曲もぜひ見てくださいね。はい、わかりました、ありがとうございます。まあでもね武田君ちょっと学校の方が忙しいということで、はい、実は今日で最後なんですよね。はい、あの短い時間でしたけれども本当にありがとうございました。こちらこそもう本当に勉強になることたくさんありましたので、もう本当に助けていただくことばっかりで、どうでしたかやってみて。大変でしたけど、うん、やりがいもありますし、うん、勉強にもすごいなるので、うん、とても感謝しています。本当です。期間ではありましたけれども、この経験をまた次のね、はい、ことに生かしてぜひ今後も頑張ってもらいたいと思います。とにかくやっぱり今度の学校が忙しいということで、はい、ね、うん、僕がもう卒業のシーズンでして、うん、就活なりなんなりと忙しくなってくる時期で、どうしても FM 相模さんに来れないというね。まずはやっぱり学業優先なのでお勉強の方頑張ってください、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまでのお相手は古谷香織でした。皆さんも素敵な週末お過ごしください。滝川徹君もありがとうございました。この後は東京町田インフォメーションです。